SBS ラジオ超ド S 今聞きたい静岡の100人。時刻は7時28分を回りました。情報3枚おろし。 SBS ラジオでは今を超えようとチャレンジを続ける静岡ゆかりの人々100人のメッセージをラジオから発信しようということで、広く推薦をいただき、今聞きたい静岡の100人の選出を行ってきました。今朝の静岡の100人は、静岡市の鈴木さん、浜松市の天野さん、他たくさんの方からリクエストいただきました。元静岡放送 SBS のアナウンサーで、私の大先輩です。プロデューサーでクラブウィルビー代表、ざんまりえこさんです。ざんまさん、静岡放送のアナウンサーを経て編集記者、そして会社を設立。その後、山口百恵さんの青い時や2007年ユニバーサル技能五輪国際大会のプロデュース、そして現在は新しい日本の大人像の創造を目指し、会員制ネットワーク、クラブウィルビーを設立運営されていらっしゃいます。ざんまさん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。ね、懐かしいですね。本当ですか。静岡は曇り雨ですか。ちょっと曇ってます。そうですよね、はい、中崎天気予報を静岡の見ながら時々見るんですよ。静岡今日はどうかなと思って。あ、そうなんですね、はい、あの時と変わらない景色が広がっていると思います。そうですか、はい、石田のね、そうです、そうです。であの、まあ、SBS のアナウンサーだった、はい、ということなんですけれども、当時はどんなお仕事されてたんですか。まあ、あんまりなんていうのかしら、自主制作っていうのはなかった時代だったんで、東京から あのラジオもテレビもネットが多かったのと、テレビに関してはなんていうか、系列をこうクロスネットって言って、はい、必ずしも、まあ、TBS 系とかだけではなくて、いろんなものを少しずつこう編成しているっていう時代だったんですね。で、私は、まあ、2年半も経ちますとですね、短大で、あの頃って大体短大でしかみんな就職がなかったんで、2年半も経つともう古株になっちゃってたんですよ。本当ですか。なので、あの割に老舗番組みたいなものは担当させてもらって、これ以上顔もたぬきみたいなのにこれ以上ずっといると古たぬきそのものだなと思って、で3年目を迎えるちょっと前に、よし、ちょっと新しい新天地を求めてどっか行こうっていうふうに、どっかっていうか、東京にもう一度出ようと思って、ものすごくいい環境で、私は最初の就職先が SBS だったっていうのは今も幸運だったと思うし、私もそう思ってます、っていうかね、やっぱり組織に一回属してみないと、いろんなことって自分の限界もあるいは組織の現場も分かんないんですね、限界もね、はい、そういう意味では男女も平等だったし、まあ、上司もユニークな人がいっぱいいましたし、確かに仲間もたくさんいましたので、はい、とても楽しい2年半でした、で、その後転身されて編集、まあね、ものすごい失敗ばっかりしてたんですよ。今言うのも恥ずかしいほど SBS では。あ、 SBS ではですか。そう、もうもうこのこと覚えてる方少ないかもしれませんが、三島由紀夫さんが滑覆自殺さんって言っていいと思うんですけども、今よね、の時に私は新人だったのかな。で、いつも真面目なニュースを読むアナウンサーが、静岡放送 SBS のスタジオってずっとこう横から見ると素通しになってますよね、いつもすごく真面目な人がなんか真面目な顔でなんか言ってるんで、練習してんのかと思っていきなりドア開けて、後ろから目隠ししてね、誰だって言ったんですよね、それはね、東京市ヶ谷の自衛隊市ヶ谷駐屯地で作家の三島由紀夫氏がって言った時に、誰だっていう私の声が入って、本番中だったってことですか。もちろんですよ。それで事業局長とかなんかいろんな人が飛んできて、やっぱり君かみたいにして怒られて、だからもう県下の方で、県の皆さんは、県民の皆さんは、すごい緊迫した臨時ニュースの途中に、誰だっていう、当ててみてみたいな感じで急に入ってった私が、オンエアのラップついてたんですけど、練習中もあれつきますよね。あ、そうなんですよ。そう、それとかね、もうスタジオで、これテレビだったんですけど、料理のなんかの番組でハンバーグを焼いてたら、いきなりハンバーグが自分の足に落ちて、だから画面からハンバーグ消えるわけですよね。ものすごい火傷して、3年半ぐらいその足のハンバーグの跡が、ね、消えなかったですね。本当ですか。そう、もうその時もでも、もうしょうがないから、それまたもう一回洗って、で少し今焼いたみたいにちょっとこう油をつけて、だって番組中だったんでね、どっかに行っちゃうわけにいかないですよ。そうですよね。もう数々の、もう枚挙にいとまがないほど失敗談を
誰かが言ってましたよ、今でも新人のアナウンサーに、あんな女でも今でも仕事してるから君らも大丈夫だって言って言われましたって新人の人がね、なんか連絡してきたことありました。おかしいですけれども、年中失敗して怒られてましたけど、でも怒ってもらったっていうのはやっぱりすごいことですね、今でも残ってます。なるほど、まあ、そんな SBS への経験を、まあ、糧にされたのかわからないですけれども、その後編集記者だったりとか、そうですね、さまざまなことをされてますけれども、当時はね、アナウンサーっていうのはやっぱり局アナっていうのは今と違って本当にきちんとした教育をされてるとされていたので、まあ、その時のアナウンス課長に言われた一言がね、君東京に行ってもアナウンサー崩れにだけはなるなよと、つまりアナウンサーもどきのね、まあ、フリーになって、あの頃フリーっていうのはちょっとあまりこう立場としては強くなかったんで、まあ喋ることはやめなさいと、別のジャンルで仕事をしなさいっていうのことを言われたのを心にちゃんと刻んで、でじゃあ出版とかね、まあ、放送ではないところに行こうと思って、それで探し回り、誰もつてがないんで1日最低10人の新しい人に会おうと目標を定め、1日10人新しい人ですか。そうだから、まあ3、4人にしか会えない日もあれば、まとめて十数人に会える日もあるんですけれども、まあ、基本的にはなるべく1日10人の、会うだけじゃしょうがないんで、話をするって意味ですよね。会うってことは単にすれ違ったって会うってことですけれど、はい、で新しい人と話をしようと思って、それこそ SBS 時代のディレクターの、友達の別れた奥さんのなんか親友みたいな人を訪ねてったりね、手繰り寄せますね、本当にね、細い細い、ね、糸を手繰り寄せるようにして人に会いに行ってました、その頃約9ヶ月間、だから何も先を決めないでやめました。やっぱりここにもいるのは、ここに本当にいたい人のために失礼だし、どっか新しいとこ行きたいと思ったら、やっぱりこれはそのことに転職に限りませんけれどね、やっぱり新しい気持ちが1秒でもあるいは1ミリでも動いたら、そっちの方に自分の身を寄せるのがやっぱりこれが生きるってことだろうと思ったんで、全く先の目処は立っていませんでしたけれど、とにかくここを1回ピリオドを打って、で今度呼んでもらうときには、今日なんかとっても嬉しいですけど、今度呼んでもらうときには違う仕事をしてるっていうところで、SBS に呼んでもらうような、そんな風に頑張ろうと思って、時は旅立ちましたね。なるほど。ただ何も決めないで新しいことを始めるというのは不安もつきものだと思うんですけれども、あれもほら、人生なんてその辺でいろんなものに当たったりぶち当たったり転んだりするわけだから、まあ、自分がなんとか元気にそして前向きにも思ってれば、何かやることが決まってなくてもやっぱり飛び出すってことがまず最初に大事なことでね、で飛び出して自暴自棄になってはいけませんけれども、はい、やはりそこにはまた新しい世界や新しい人との出会いが待ってるんで、やっぱり一回リセットしないと、リボーンとかリスタートっていうのはもう一回生まれ変わるとか再出発っていうのはできないんで、やっぱり今あるところを一回こう区切りをつけるっていうのは、まあ、私は閉じるって言い方をしてるんですけれども、やっぱり閉じないと次の窓や扉は開かれないと思ってるんで、その時からずっとそうですね、今も。なるほど。ここにいちゃいけない、いるべきじゃない、いると本当にそこで一生懸命頑張ってる人に対して失礼だと思うんで、そう思ったらすぐにそこを飛び出すってことを考え、で、まあ、そこでお世話になった方たちにいずれどっかで恩返しでもできればいいなっていう思いで、自分をゼロにするっていうのは、まあ、今でもやっぱり何かを決めるときに一回ゼロになろうっていうのは今でもずっとそうですね。いろんなキャリアを積まれてる中で、はい、山口百恵さんのプロデュースされたりもしてるんですけど、彼女が引退する時の、まあ、エッセイというかね、当時40社ぐらいの出版社から申し出があったというのをですね、まあ、縁があって私に頼んできてくれたので、で一緒に作りましょうと。その代わり、みんな、まあ、その40社のほとんどはゴーストライターでいいっていうことだったらしいんですよ。あなた忙しいですから、引退のね、興行なんかもあるんでこっちで書きますっていうのが多かったらしいんですね。でそれは彼女はそれが嫌だったのね。自分で書きたいという、でもし、まあ、私だったら、まあ、ざんまだったらやってくれるかもと思って、ちょっと違う接点があって、その前の年にちょっと会って話をしたこともあって、である日一通の手紙が舞い込んで、一緒に7年半を振り返る本を書きたいので手伝ってくれませんかっていうのでやることになったんですけどね。ち
ちなみに今も桃江さんとの交流というのはあるんですか？用事もないのに電話するのはやっぱりあの人は今本当にあの、まあ、普通のって言い方も変な言い方ですけれども、あの家庭を守っているお母さんでありあの奥さんなんで、うん、いたずらになんかね元気みたいなそういうハッピーコールみたいなことはやりませんが、うんまあ、むしろ彼女からあの電話が来たり最近メールが多いですけれども来たり、からまあ年に1回ぐらいでしょうかね、あの今度会おうねって言ってから少し時間が経ってるんですが、前会った時は一緒にあの万田久子ちゃんと3人仲良しなんでご飯食べたりはしました。あ、そうなんですね。じゃあもうその時の時々何かあると。でも今はあのご子息2人の息子さんがね、芸能界で頑張ってますから、はい、息子さんの CD なんかをすみません親バカでなんて言ってあの送ってきてくれたりして、そうすると私は一応聞いて、あここよかったわねとか、何曲目の曲あの雄太郎さんに関して言えばいいねとか、あの高弘くんに関しては芝居がすごく上手くなってるんで素敵ねとかって、ここはいいわねとかっていうようなことを、まあ、メールでやり取りするっていうような中ではあります。続いてらっしゃるんですね。そして現在座間さん、日本の大人像の創造を目指して会員制ネットワークのクラブウィルビー、うん、そういうと堅苦しいんですけど、なんかこう50代あるいは60代になるとなんか年寄り扱いするでしょこの国って。少子っていうと高齢化っていうのと必ず対になって言われるでしょ、で高齢ってこう年を重ねるって本当はあの尊敬されたり認められなきゃいけないし、その知恵をね、こっち側も問題責任があるんですけども、知恵をやっぱり若い人とつながなきゃいけないですよね、でそういう意味では年寄り扱いしないでと、我々だって現役だし次の世代にバトンタッチしたいこといっぱいあるのよって意味で、まああのまあ、50になっても60になっても古希になっても元気な人は元気で、やはり次の時代に何を残せるか、あるいは何を若い人にバトンタッチするかを考えましょうっていうような、といったあんまり理屈っぽくなくて、いろんなセミナーをやったり音楽会やったりしてるんですが、入会金もそれからあの年会費も無料ですので、その時の実費だけはいただいてますけれど、はい、今全国に1万3000人ぐらい、静岡の人すごく多いんです、嬉しいことに。なのでぜひまたあの、ザンマリエコなりクラブウィルビーでホームページあの出てますので、検索していただければ。ちなみに年齢制限はあるんですか？ないです、一番若い人21歳。あ、そうなんですか。じゃあ私も大丈夫。最近30代40代の女性がすごく多くなってきました。あ、そうなんですね、はい、ちょっとチェックさせてください、はい、そしてあの生島さんのおはよう一直線の時によくあの静岡でもおはよう一直線配置してます、はい、でよく生島さんのことをたしなめてらっしゃって。いや、そんなことないんですけど、あれ4時ぐらいからあのなんていうのかしら、資料送ってくるんですね、ディレクターが、だいたいこの順番でやりましょうって決めてると、本番になると全然違うことが。そうなんですか、やっぱり。そう、昨日生島さんが例えば赤いセーター買うと、まあ、ヒラリーが赤い服着てると、僕もね赤いセーター買ったんですよってとこから始まったんで全然違うじゃないかって言うんだけど、まあ、そこはねあの日頃から親しいんで、生島さんは多分その辺こうなんとなくどっかで信じてくださって、投げかけてくださるんでしょうか。いつも4時から起きてたこの1時間半は何だったんだろうって思うことがあるんですけど、でもまあ集中してやっぱりニュース読めますのでね、あの1週間に1回結構緊張して頑張ってます。そうですね、はい、あの静岡県 SBS でも聞けますので、これからも応援してます。ぜひ静岡の皆さんは、いつも私青春は静岡でしたから、親友も今静岡の人が8人大親友ですので、はい、あのいつも静岡のこと思ってます。また呼んでください。はい、はい、今朝はありがとうございました。どうもありがとうございました。失礼します。 SBS ラジオが選んだ今聞きたい静岡の100人、今朝は元 SBS のアナウンサーでメディアプロデューサーのザンマリエコさんにお話を伺いました。以上、情報3枚おろしでした。